皆さんこんにちは。今回は、誰でもできる超入門3ボールジャグリングの始め方講座です。まず、ボールの種類の説明から始め、3ボールジャグリングを始める前の1個2個での練習、そして3ボールジャグリングの練習の仕方について解説します。では始めましょう。まず、ジャグリング用のボールは大きく分けて2種類あります。ビーンバッグと、ロシアンボールです。ビーンバッグは、布地のボールに穀物や粒を詰めたボールで、柔らかく手にフィットしやすい特徴があります。重心が真ん中にあり、違和感なく使えるボールだと思います。また、柔らかいため不安なく扱える点も良いですね。ロシアンボールは、プラスチック製の固めのボールに、少量の砂などを入れたボールです。重心が下に寄るので安定しやすい、同じサイズのビーンバッグと比べて軽いので、力をあまり入れずに扱えるという利点があります。硬いので少し怖いかもしれませんが、全体の重量が軽いので痛い思いをすることはないです。デメリットは、砂が中でブレるので、慣れるまで少し違和感がある点です。人によっては違和感がずっと拭えない場合もあるし、すぐに慣れてしまう人もいます。ものによっては、ソフトロシアンボールという柔らかい入れ物に砂を入れたロシアンボールや、中にオイルを入れてよりブレないようにしたボールもありますが、特殊なのでここでは特におすすめはしません。まずはビーンバッグかロシアンボールを使ってみて、違うボールに興味が出てきたら購入してみても良いでしょう。さて、ビーンバッグとロシアンボールはどちらがおすすめかというと、指導者によって意見が割れるので正直どちらでも良いです。私は、ある程度重さがあった方が腕が下がって良いフォームになるという理由から、ビーンバッグをおすすめしています。また、高いビーンバッグはより球体に近いとか、触り心地が良いとかありますが、まずは安いボールで始めて良いです。欲しくなった時が買い時、その時いいボールに乗り換えれば十分です。ちなみに、私は最初ボールを買わず、家にあったテニスボールで3ボールジャグリングを習得しました。多少覚えにくくはなりますが、お金使うの嫌だなという人は、家にあるボールで始めても良いでしょう。では、いよいよ実践に移りましょう。まずは1個のボールで基本動作を確認します。1個のボールを右手から左手、左手から右手に投げてみましょう。高さはちょうど顔くらいになるとベストです。この段階で意外と落とすなという人は、1個の練習を余裕になるまで続けましょう。1個でなら余裕よという人は、1個で練習していても意味がないので次のステップに進みます。2個での練習は、1個に比べるとだいぶ難易度が上がります。まず、利き手側のボールを投げます。この時の投げ方は先ほど1個で練習した時と同じです。その後、投げたボールが利き手側に到着する寸前に、利き手側で持っているボールを投げます。この時、飛んできたボールの内側から投げることと、なるべく飛んできたボールと同じ高さで投げることを意識します。そして利き手側に飛んできたボールをキャッチ。これが一連の流れです。利き手側から投げ出して2回投げてキャッチする、この流れが上手くなってきたら、今度は利き手側から投げ出すパターンでやってみましょう。やることは全く同じです。よくある失敗例として、1投目のボールより2投目のボールの方が高さが低くなってしまう。2投目のボールを焦って早いタイミングで投げてしまう。1投目と2投目のボールを衝突させてしまう。といったものがあります。まずは自分の失敗がどれに該当するのかをよく確認することが重要です。スマホで動画を撮ってみて確認するのも良いでしょう。基本的に焦りすぎが原因となっていることが多いです。本来思ったより時間的に余裕があるのですが、時間が足りないと思って焦ってしまうので、この練習を繰り返して、結構時間的余裕があるんだなということを理解してもらえたらなと思います。1の1投目のボールより2投目のボールの方が低くなってしまうについては、1投目のボールに気を取られすぎていることが原因であることが多いです。1個目のボールは落としても良いので、2投目に集中してみると良いでしょう。2の2投目のボールを焦って早いタイミングで投げてしまうについては、反復練習をこなさないと難しいです。1投目のボールと2投目のボールが衝突してもいいので、1投目のボールが手に乗る直前まで引きつけてから2投目を投げるようにしましょう。
3の1投目と2投目のボールを衝突させてしまうについては、2と相反する項目なので難しいです。基本的に3ボールカスケードは、飛んできたボールの内側から次のボールを投げるという技です。そのため、衝突してしまう場合は、もっと内側から投げることを強く意識しましょう。もし内側に行くスペースがないのであれば、1投目のボールが真上に飛んでしまっていることが考えられるので、もう少し横方向に飛ばすようにしましょう。さて、2個での練習が安定してできるようになったら、いよいよ3個でのジャグリングに挑戦です。3個に挑戦する際は、利き手で2個、反対側で1個持つようにしましょう。そして、利き手側の2個のうち、指先側にあるボールを先に投げて開始します。まずは、3回投げて全部取る、をやってみましょう。2個の時と同じで、飛んできたボールの内側から投げることと、なるべく飛んできたボールと同じ高さで投げることを意識します。また、直前に投げたボールが落下し始めてから次のボールを投げるようにしましょう。2個では焦らずできたけど、3個になった途端焦ってしまい、次々にボールを投げてしまう失敗がよく起こります。ミスしてもいいから、落下してくるギリギリまで引きつけてから次のボールを投げましょう。何度挑戦してもうまくできない場合は、2個の練習に戻って鍛え直しましょう。逆に3回投げて全部取る、が何度も成功するようになったら、次は4回、5回と、徐々に回数を増やしていきましょう。回数を増やすにつれて、だんだん前に行ってしまう場合があります。これは、焦って投げるタイミングが早くなってしまっていることが原因です。練習を重ねて、焦らずできるようにしましょう。6回投げて取る、ができるようになったら、あとは止めずにひたすら投げる練習に切り替えましょう。練習を重ねるうちに、だんだん続くようになっていきます。50回くらい続くようになったら、3ボールカスケードは習得できたと言って良いでしょう。以上でまとめに移ります。今回は、初めてジャグリングに挑戦する人向けに、ボールの選び方、1個2個3個のそれぞれの練習法と意識すべきことを解説しました。ボールはジャグリング用のボールを購入した方がいいですが、最初は家にある適当なボールでも問題ありません。また、今日紹介した練習を1日30分程度やると、大抵の人は1週間以内に3ボールカスケードが投げられるようになると思います。ぜひこの機会に3ボールジャグリングに挑戦してみましょう。3ボールカスケードが安定した人向けに、今後様々な技の解説動画も作る予定です。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。